週刊仮想通貨ニュース2つ目です。今回はですね、はい、週刊仮想通貨ニュース2本目になりますけども、うんうん、まずは全体の仮想通貨全体の流れといつもの流れみたいな、そうですね、七藤さんのお話と、うん、はいはい、中国に引き続き、はい、なんと韓国も規制が出てきたということで、うん、そうですね、そのあたりも詳しくちょっとお聞きしていきたいなと思います、はい、またしても大事件ですね。大事件だな大事件2本目、ではお願いします。そうなんですよ、9月ね、もう初っ端からいろいろありましたね、仮想通貨ね、うん、本当ね、皆さんご苦労様ですお疲れ様です。どの立場で立ち位置が分からないえ、仮想通貨全体の流れ、はい、見ておきましょう、はい、これ今日の、7日9月7日ですね、はい、うん、1位ビットコイン、2位イーサリアム、まあここら辺変わりませんね、4位リップル、うん、5位ライトコイン で、はい、で下の方はね、もう11位にお店 GO とかね、12位にネオとか出てきてます。グローバルチャートですね、うん、この市場規模を表すようなチャートですけれども、時価総額でした、時価総額、市場規模ですね、うん、で2017年の4月28日から今、はい、9月7日まで出しています、うん、先週ですね1600億超えて、お資金量増え続けてます言うてましたけれども、うん、9月2日にはですね1780億ドルですね、と、ああそうドルつまり18兆円ぐらいの市場規模になりました。はい、うんうん、ね、すごいでしょどの立場から言ってはるんでしょうで、うん、9月5日にはですね、はい、1340億ドルです、はい、うん、つまり14兆ぐらいまで下げて、うん、まあ、じゃあ4兆円ぐらいが消えちゃったんやね。そう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 、これも 20% か 30% ぐらいいってるんじゃないですかね、はい、うんうん、で今は16兆円ぐらいまで戻してるっていう感じですね。はいはい、ね、もうなんか仮想通貨らしくなってきたみたいなあ、値動き的な激しさが、そう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 、ビットコインもですね、うん、50万円ぐらいまでは回復してます。あ、1回終わったけどまだ戻ってきた。そうですね、40万円台に行ったんですけれども、うん、 うん、うんうん、ね、先週なんかは50万円いったすげーみたいな感じだったじゃないですか。でその後七藤さんが次のターゲットでいったら5000ドル超えましたもんね。そうですね、うん、5000ドル超えて、うん、まあ、でこの発表とかあってスコーンっていったわけですけれども、はい、40万円台までね、うんうん、面白いねでね、前回の、うん、中国の ICO 禁止のニュースをお伝えしたんですけれども、はい、うん、韓国もですね時期を同じくして、うん、9月5日ぐらいですね、これ、うん、韓国政府が公正取引委員会、うん、国税庁と金融取引委員会など集めて、うん、仮想通貨に対する規制を検討する会合を開きました。韓国で、はい、お、これはね、もう ICO じゃなくて、うん、仮想通貨自体に対する規制のお話です。中国は ICO だけ禁止、そう、仮想通貨はまだ OK、はい、でも韓国は仮想通貨自体に規制をしようかどうかっていう会合が始まった。そうです、そうです、うん、でこれもね、先のその暴落に、うん、一役買った形になったと思いますね。そうですね、韓国勢は結構買いが多かったですよね、うん、そうですね、前回かな、前々回の話で、うん、そうです、そうです、はい、その見続けていただいてたら分かると思うんですけれども、うん、ここ最近韓国の取引所のビッサムがですね、うん、いろんな仮想通貨で取引高が1位になってたんですけどね、はい、今今日現在でも XRP とか、うん、イーサリアムとか ETH ですね、うん、はい、あと LTC とかダッシュとか XMR とかで、うん、なんかの上位通貨でですね、マーケットキャップで詳しく見るとビッサムが1位だったりします、うんうん、今なんか単語いっぱい出てきたけどちょっとついていってない、うん、僕は大ちゃん、うん、僕も適当に言ってた追いかけてるだけ大変でしたけど、量産のスラスラ言えるな呪文呪文これ日本でも覗いてですけどね、うん、はい、日本はなんか知らんけどデータ提供してないんですよね、なんか知らんけど。あ、そうなんですね、うん、うん、まあデータね、個別では出してるんですけど、こういうマーケットキャップさんとかみたいにいろんな国のやつね、うん、出してるとこには日本って乗ってこないですね。ちょっと僕なんでか分かってないんですけども、うん、まあなんでちょっと話戻しますけど、うん、韓国はこんだけね取引量多かったんで、うん、1日にビッサムだけで1100億円とか言ってましたね、取引高、はいはいはい、だから政府の発表っていうのは大きかったと思いますよ、はい、韓国の方にとって特にね、いや世界的にも大問題だ、ね、大問題、ね、だって韓国税の買いが今後なくなるかもしれないでしょ、もしかしたら極論的に言ったら、うん、そう、極論的に言ったらですね、っていう不安から下げるってこと、ね、下げたっていうことですね、うん、でね、韓国政府は今年中に仮想通貨に対する規制の枠組みを作って来年から施行するっていうようなことを発表しました。つまり規制するよっていうふうに言ったわけです。結構早く行きましたね、今年中ってことは。
もうと通貨ベースで、うん、そうですね、うん、まあ、早せなあかんでしょ、こんな韓国でめっちゃ盛り上がってんの、うんうん、っていう意味じゃないですか、はいはいはい、で韓国の金融取引委員会は一応ね現段階では仮想通貨は韓国ではですけど、うん、でも金融商品ではないと、お、うん、つまりお金ではないってことですね、認めないと、認めないというよう、ね、いうような発表されました。日本は一応認められてるんですね、もう通貨です、通貨ですね、うんうん、でも韓国ではもうそうではないと、ない、まあ、アメリカの規制状況をちょっと見ておきましょう、はい、うん、で7月にですね、うん、SEC ですね、さっき言ったあの 証券取引委員会が、うん、まあ、ザ・ダオですねは金融商品であって、うんうん、ザ・ダオ、ザ・ダオ、うん、規制の対象が徐々に敵、え、徐々に出てきた敵、敵なんかそんなのあんかった、ザ・ダオ、ザ・クールとかそういうの第3部やからもう15年以上前ですからね、規制の対象になると、う、うん、そのうちねっていうかもうなるっていうような感じで発表されました、はい、うん、ザ・ダオはですねこれまでね、はい、まあ、カミオ TV ではちょいちょい触れてると思うんですけれども、まあ、ハッキングの事件でイーサリアムが ETH と ETC に分かれた事件ありましたよね、うん、あれでハッキングされたのがザ・ダオなんですよザ・ダオっていう、まあ、トークンを発行したわけです。誰がザ・ダオがえ、ザ・ダオなんか初めて聞きました。ダオです、ダオ、ダオって言う、ダオで僕ダオダオって言って、あ、ダオダオ言ってたっけな、ダオ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 言ってましたよ、ダオダオ、簡単に言いますよ、あ、お願いします、簡単に言いますよ、うん、イーサリアムのブロックチェーン上に成り立っている自立型、自立分散型投資ファンドです。でみんなで分散して管理してる投資ファンドってことですが、ザ・ダオ、ザ・ダオ、ザ・ダオのトークンを保有している人たちの投票で投資対象が決定されるんですね。ほう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 。普通の投資ファンドってお金を投資ファンドに預けても、どこにその人が投資、うん、ファンドがですねどこに投資するかって決められないじゃないですか。そのファンドマネージャーがまあ責任を持って決めていく、そうそう、まあ、でもそのプロの目がまあを期待してまあ預けて、お金を預けるわけですけれども、はい、それがザ・ダオの場合は出資したトークンを買ってるトークンホルダーたちがその多数決で決めるわけです。ああ、じゃあある意味非中央集権的っていう感じなんですかね。そうですね。あ、みんなで決める。みんなで決めるっていうようなあのファンドなんです。それがダオダオさん。ダオダオ。ザダオ。ザダオ。で、はい、ここね、このみんなで、まあ、言うたらトークンを買うっていう行為で、うん、そのダオに資金をプールしてですね、はい、投票でどっかに、どこに投資するか決めて、うん、そこからまあ売り上げというか配当がありますよね、当然、はい、でまあ、売り上げって言いますけれども、それの上がった上がりをみんなに配当するというような仕組みなんですよ、うんうん、この事件はね、もうあのイーサリアムの回でまた、はい、あの触れなければいけない項目なん で、ね、DAO っていうのはね、うん、これもゆいちゃんがねちゃんと説明しますからもうその時は語尾全部 DAO にしてとりあえずお願いします。 今もちょっと言ってみていけます、いけるだお。キャラ設定がまずい、キャラ設定がちょっと辛かった。あ、そう、まあね、うん、言うたらね、こういうのはもう株式の配当と一緒じゃないですか、うんうん、まあ、仕組み的にね。あ、そうですね、まあ、仕組み的にはもう本当にファンドですね、投資ファンドですね。だからもう普通のファンドみたいにちゃんと規制せなあかんやろっていうような話ですわ。まあ、言うたらこれはアメリカで起こってる、ね、そうですそうです、まあ当たり前のこと言ってますよね、うんうんうん、なのでこの、まあ、週刊仮想通貨ニュースの前回ね、1回目は、はい、禁止、 ICO 禁止でした、中国、ね、でこれは中国政府の意図が見える決定でしたけれども、うん、何したいかっていうのが分かるような決定でしたけれども、うん、今回は韓国は規制っていうことですね、うんうんうん、何回も言ってますけど、はい、規制っていうのは国の管理下に入るとか、うん、税金がかかってくるとか、うん、そういう窮屈に感じるような一面もありますけれども、はい、まあ、投資家保護にもなりますよね。ああ、そうですね、はい、うん、例えばね、株式の世界でも、うん、株式投資でもね、もし、うん、めっちゃ厳しいじゃないですか、まあ、日本は特に厳しいです、ね、うん、どんだけ口座作るのにもどんだけ大変やねんぐらいの、今めっちゃ大変ですよ、うん、個人投資家個人がすごい大変じゃないですか。ああいう感じでものすごい規制があるわけですよね、うんうん、何をやったか何をやったかってここまでやっていいみたいな、うん、こんな発言したらあかんとか、そうそう、そういうのが全部決められてるわけですけれども、うん、はい、もしこの厳しい管理がなかったら株式の世界だってもう詐欺が横行する、うん、ね、悪い人がばっこする世界になってると思うんで、まあ、多分もともとそういう人がいっぱいいたからどんどん規制がきつくなったっていう面があるじゃないですかね、うん、そうですね。なのでこうやって仮想通貨も今そういう世界なんですよ、うん、まあ、言うたら北斗の拳の世界ですよ、
世紀末、あ、分からない世紀末の世界から、うん、ちょっとちょっとと、うん、そんなもう言ったら野生動物がはびこ、あ、なんかいっぱいおる、うんうん、そのサバンナですわ今。どっち？僕の県かサバンナかどっちか、ね、サバンナにしよう、サバンナ、サバンナにしよう。野生動物の中でものすごい能力を持ってる人が出てきました、はい、うん、ね、人種みたいなのが出てきました、うん、それが仮想通貨っていう人たちです、はい、ね、新人類が出てきました、うん、はい、でもめっちゃ裸やねん、うん、急に都会とかに連れてこられたけどめっちゃ裸やねん、いやいやいや服着てみなみたいな、ちょっと例えおかしい、北斗の拳にしてほしい、よく分からへん北斗の拳にしたら例え分かる人だいぶ狭まるな思ってつまり市場がだってまあ言ったら普通の人というかね、うん、まあ、普通にその投資とかそんなに興味がないような人でも入ってこれるようにするにはですね、うん、つまり市場が活発になるためにはこういう規制っていうのは必要なものなんですよ、うん、まあそうですね、ルールがないと好き勝手されたりとか、うんうん、まあね、仮想通貨みたいに誰かがこんな発言してあげ、自分は先買っといて後であげて売って自分だけ儲けるとか、うんうん、まあ、そんなも、まあ、問題なんで、そうですね、まあ、そういうのを規制していくことによって健全に、うん、まあ、みんな平等に、ちゃんとしたそれぞれの判断に基づいてちゃんと投資できる環境を整えていくっていう意味では、まあ、ある程度の規制は当然ね必要になってくると思うんで、うん、そうですね、まあ、健全化に向かってるって考えたらいいんですか。そうです、うん、そうです、健全化に向かっていってるんですよ、うんうん、なんかそこの自由さが仮想通貨の魅力という感じではないですね。自由さは魅力でしたけれども、うん、確かに魅力でしたけれども、うん、あまりにも悪いことする人が多かったんじゃないですか。多いでしょ、あ、うん、まあ、結局、まあ、そうか、悪事に利用する人が多いから、うん、もう規制しないとダメと、はい、そうです、ね、まあ、ICO の話になりますけど、うん、中国の、ね、金融取引委員会が、うん、ICO は詐欺であって、うん、ネズミ講であるというふうにもう発言してるわけですよ、はい、うん、でそういうもんとして中国では使われてたわけですよね、実際。だからそういう発言になってるんですけれども、うん、で金融市場をもう、まあ、混乱させ悪化させるとかいうか、うん、そういう可能性が高いということで禁止になったわけですけれどもね。で、その前回もシンガポールではテロリストが使っているとか、ね、そうそうそう、話も出てましたね。でそういうことに本当に使われているんで、実際に、うん、ダークマーケットとかでその人身売買とかね、そういうのに使われたりもしてるんで、マネロンダリングとか、ね、そうですそうです。で実際まあ、そういうので、まあ、綺麗にしていく必要があるでしょっていう話ですね、うんうん、でそれは今はちょっと窮屈に感じるかもしれない、自由な仮想通貨っていう点では窮屈に感じるかもしれないですけど、うん、未来に向けてはそれがいい明るいことですね、明るいきっかけになって健全化されていくと、うん、そうです、一般に広めるため、広がっていくためには必要な経過だと。そうなんですよ、そうなんですよ。だから規制なんかのニュースは、まあ、規制自体は僕は嬉しいんですけれども、うん、ただですね、マーケットにはマイナスに働くことの方が全然多いですね。あ、そうですね、うん、まあ、例えばその規制で取引できなくなるとか、うん、その流動性がなくなるとか限定されるとかですね、うん、思ったりしてこのやばいっていう感じで、うん、もう今のうちに言っとけみたいな人たちが出てきて、はいはいはい、で売りが売りを呼ぶみたいな感じで、うん、今回みたいな、まあ、今回はね ICO の禁止っていうのがありましたけども、はい、まあ売りを呼ぶっていうような結果になっている方が多いんじゃないかなっていうふうに思いますね。そうですね、うん、みたいな感じで、ね、なんで今後もね、韓国とか香港とかシンガポール、あとカナダなんかが今後証券として取り扱う可能性があるよっていう、うん、つまりイコールですね、監視監督、はい、しっかりしていくよと、うんうんうん、いうふうなことをすでに言ってます、うん、アメリカのね SEC の発表っていうのは、うん、例えば日本なんかはですね、うん、SEC に準拠してなんたらかんたらみたいなことをよく言うんですよ、はい、うん、なんでその各国がそれに習う感じっていうのもあるので、はいはいはい、もうアメリカの SEC の発表っていうのは大注目、うんうん、おそらく規制の話なんで、はい、規制、まあ、イコール多分調整暴落みたいな感じにはなると思うんで、それが近日中にあると思うんですよ、はい、なんか動きとしてね。どれぐらい近日中だか、2ヶ月間ぐらいの間かな、僕が思うに、うん、ないかもしれんけどねうん、うん、でも、はい、まあ、されたらですね、いつされてもおかしくないですから、うん、そうなった時に市場がガーンって落ちるようなことは、はい、もう十分にあり得るかなっていうふうに思ってます、はい、まあ、そういう時はですね、もう通貨ごとにもうちゃんと見極めてですけれども、うん、ある意味この大バーゲンセールと、あ、なるほど、ね、だって規制だから本来なら別にその通貨の機能自体が悪くなったわけでもなく、うん、規制っていうのは実はそのプラスの面もいっぱいあるよっていう話ですから、もしかして例えば高かった通貨がすごい安くなってて、うん、もうめっちゃ安く買えるっていうチャンスなのかもしれないなっていうふうに思ってます、ね、実際僕今回イーサリアム落ちた時なんかですね、はい、まあ、買い増ししてますから、うん、おー、うん、
まあ、あんまりええとこでエントリーはできてないなるほどなるほど、うんうんうん、まあ買い増しはしてます、うんうん、やっぱり、うん、ね、例えば今回の暴落でですね、うん、まあ、中国は IC を規制禁止出しましたけど、はい、イーサリアム自体の機能がおかしくなったりとか、うん、その悪くなったりっていう話ではないじゃないですか。あ、はいはい、うん、で禁止 ICO は禁止だけど仮想通貨は禁止されたわけじゃないし、うん、っていうことでそのみんなビビってどこまで落ちんねんって感じで、はいはい、もう手放して売ってるけど、僕は逆にはこれいつ買えるかなっていうふうに見てました、うんうん、なんかプロっぽいこと言ってる、うんうん、でもあのいつ買えるかなって見てたらポーンってまた上がってあはーってなりましたけど、まあでも僕としてはそのトレード的にね満足のいくポイントでは買えたかなと、うん、まあ、思ってますね。まあ言い訳言い訳まだ今後規制あるかもしれないけど、ちゃんと通貨さえ見極めたら買いのチャンスかもしれない。そうですね、まあもちろんその規制内容もちゃんと見極めないですけど、そうですね、うん、うん、で今後の流れとしてね、はい、ちょっとここから台本固まってないんですけれども、はい、そんなこと言う人はある9月ね、10月は、はい、このような感じで、まあアメリカのSEC の発表を初めてですね、うん、各国で規制の動きって出るんじゃないかなと、はい、ここから後半にかけてってもう、うん、言ったら仮想通貨市場ってものすごく盛り上がってるじゃないですか、世界的に、はい、でもうそろそろそのえお金なのこれ物なのっていうことはみんな肩つけていかなあかん時期やと思いますし、法律もちゃんと定めていかなあかん時期やと思うんですね、はい、まあ、ルール作りですね。そうですね、なのでまあ言うたら法律イコールその規制の動きっていうふうに言ってますけれども、うん、そのまあ一応規制って言います、規制ですね、規制の動きがあると思います、うん、はい、でもね各通貨を見てみれば、はい、10月にはリップルイベントありますよね。あの講演会、そう講演会っていうじゃない、ただの講演会じゃない、まあ、講演会じゃチャチか感じますけど、まあ講演会ね、まあまあ講演会ね、バーナンキさんと、そう、バーナンキさんと FRB 議長のバーナンキさんと、うん、WWW の、ね、うん、そうです、うん、その人が出てくる、まあでっかいお話会ね、お話会でもそこで発表されることがすごい XRP の未来に対して明るかったら、うん、XRP なんかバーンって価値が上がる可能性だってありますし、はい、あとその秋にはですね、ちょっと僕、まあ、この秋にですね、カタパルトですね、ネムです。ネムはカタパルトっていうのがもう控えてますね。カタパルト。流していきましょう。その説明めっちゃ気になる。ちゃんと説明します。はい、すごいです。すごいです。カタパルトはすごいです。カタパルトはすごいんだ、はい、うん、そういうのは控えてます、うん、メトロポリスとかね、イーサリアムやったらメトロポリスですね、うん、これはちょっと遅くなるかな、冬ぐらいになるんちゃうかなって僕は思ってますけど、あ、まあ、まあ一応秋に9月になるって言われてますね。メトロポリスでリスクなんかはリブランドって言いますけどね、そうです、講演会リブランド一つだけ勝負じゃないかいや、カタパルト、メトロポリスの講演会講演会一つしょぼいぞなんかまあでもね、うん、あのそういう感じで、はい、各通貨個別に見ていったらすごくプラス材料はいっぱいあります、うんうん、つまり仮想通貨自体の価値がというかね、機能が上がっていくような、うんうん、そういう変化がどんどん起こっていきますね、はいはいはい、うん、しかしです9月10月ね、はい、さっきも言ったように各国の ICO 規制とか、うん、いろんな仮想通貨の規制とかが入ってくるかもしれませんし、はい、うん、で11月ですよ、はい、再び、うん、ビットコイン先輩、うん、分裂問題来ますよ、ハードフォークこっちがまあ言ったら本番ですね、だってセグウィット 2X した時にそういう決まりやったやん、1メガから2メガへのそのハードフォークするっていう、またすんのよ今回の、では3つ目のビットコインができるって感じですね。あ、3つ目というかまあイメージよ、イメージね、イメージ、うんうん、簡単に言うとそうです、簡単に言うと、うん、そのハードフォークするかしないかっていうのももちろんまだ、ね、しないかもあるの、しないかももありえると思います。あ、そうなんですね、うん、だって決まってるだけですもん、ああやるということが、うん、でもするかどうかはまた別問題、そうですそれが実際にその前みたいにセグウィットみたいにこのみんなが賛同してそれを掘り始めてシグナル発行、うん、発信しだしてでアクティベートしたみたいな感じで盛り上がったじゃないですか、ああいう感じになると思いますね。どっちになるかがまた一応決まってはいるんですけれども、はい、なんで分裂問題がまた来ます。お、はい、ネタだらけじゃないですか、ネタだらけ、うん、YouTube 番組的に嬉しいですね、嬉しいですねいくらでも番組撮れるから
ね、うん、その投資家的にはどうかって言ったらちょっとニュース多すぎ ね、うん、すごいいいイベント各通貨にあるし、はい、けど全体的な規制の動きも出てきたから、そうなんですよ、どっちに投資家心理が流れるかによってだいぶ変わってくる、ね、そうなんですよ。だからファンダメンタルってこういうニュース的な、うん、こともあるし、個別の通貨のその動きって、うん、動きというかちっちゃいニュースもあるし、はい、でそのファンダメンタルニュースから株価じゃない、その価格を読むっていうのはかなり難しい状況になっていると思います、うん、かなり詳しい人でもね、うん、あとちなみに言っておくと、うん、まさに9月10月から、うん、あの政治的に経済的にも大きい動きがめっちゃいっぱい出てくる。あ、なるほどね。それの連動してまた仮想通貨がどうなっていくかという点でも読めないよ、うん、面白いね激動の時代だね。そこはだからもうほんの近々市場予測2010年取ろうと思ってるんですけど、神尾さんのね、うん、はい、もう大問題しか仕掛けてないんで、お、うん、世界的にね、なるほどね、うん、2016年からずっとそれはね言われてきたことですけど、はい、もっと大きくなってます。もっとこじれてる。だってね、どこも爆発してないのに、そうそうそう、爆弾がでかくなってるだけやもんね。そうそうそう、そういうことです。うん、でも絡めての当然仮想通貨の動きに影響してくるんで、もちろん、という意味では、うん、まあまあ見てる側としては面白いですけど、うん、投資家としてもまあ稼ぐチャンスは溢れてると。そうですね、大変ですけどね。そうですね、うん、稼げる人は稼げるやろうし、うん、食われる人は食われるやろうしっていう感じですね。当たり前のこと言った当たり前のことな言ったな。でもそれでみんなが一気にもしかして焼肉食えるかもしれないってね。そうそう、それにこの番組さめていただければ、うん、勝ち組入るということでいいんですよね。マジで？すごい。いや、そうです。更新さえ早ければ。それはあなたです。俺次第か。ね。なんでね、チャート的なことで見ていった方がいいんじゃないかなっていうことで、うん、ちょっと今から神尾さんと一緒にチャートをちょっとだけね見ていこうかなと思います。え、今から見ていくの？はい、うんうん、はい、はい、今からね、うん、まあ、神尾さんと僕で、はい、ビットコインのねチャートを見て、この秋ぐらいにどうなっていくのかみたいな、チャート的に見てね、うんうん、どうなっていくのかみたいなこと、ゆいちゃんはですね、もうこのインジケーター入れてみたらどうなるのかみたいなことをちょっといろいろみんなでワイワイやろうと思ってたんですけれども、うん、あの長い、ちょっと動画的に長いので、まあ、切らせて、週刊仮想通貨ニュースじゃない、ニュースだからね、うん、なんかこっちチャート分析とかの方は、うん、ちょっとあのサブの、ね、焼肉コーナーの方でやらせていただきたいと思います、はい、はい、ちょっと更新がね焼肉コーナー遅いから、うん、あのいつ公開になるか分からないですけどそこはもう頑張っていくしかないね。頑張っていけるように頑張っていきます。頑張っていくだろうというわけで、はい、今回はね、うん、今週はもう一回あります、はい、あ、もう一個あるんですね。もう一個あるんですよ、はい、うん、ちなみにどんな感じの話、はい、次はね明るい軽い話。あ、明るい軽い話。じゃあちょっとまあいいニュースってことで、ね、いいニュース、いいニュース、ではそちらもちょっと楽しみにしていただきながらですね、今回も出てありがとうございました、はい、ではですね、次回見逃さないためにもぜひチャンネル登録の方をお願いします。メールの方もやっておりますので、ぜひご登録ください、はい、Facebook とか Twitter でもよろしくフォローしてください、はい、周りにも関連動画いっぱいあると思いますね。興味あるものがあればぜひ見てみてください。それではですね、今週も見ていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。